窓から外を見てごらん。メガネをかけている人は、メガネ越しに双眼鏡や虫眼鏡を使って、窓の向こうを見てみよう。何が見える目に映るのは何であれ、目の前にあるガラスだと答える人はいないだろう。でもこんな硬いものが、なぜ透明なのか考えたことはあるかなそれを理解するには、ガラスの正体やその元になるものを知る必要がある。まず、地球の表層部を見てみよう。近くに最も多くある元素は、ケイ素と酸素。 これらの化合物が二酸化ケイ素で、この分子が規則正しく並んで結晶化したものが石英、水晶だ。石英は砂の中にたくさん含まれている。砂粒の主成分は大抵石英で、これがガラスの主成分として使われる。もちろんガラスは石英の粒を固めたものではないのはわかるね。もしそうだったら、固い粒の輪郭や結晶内のかすかな傷が光を反射し散乱させてしまう。 でも石英が十分に熱せられると、熱のエネルギーが分子を振動させ分子間の結合を壊しバラバラにして流動的な液体になる氷が溶けて水になるのと同じだ水と違うのは二酸化ケイ素の液体は冷ましても再び結晶にはならないエネルギーを失うにつれ規則正しく並ぼうとしても動けなくなりアモルファス希少室というものになるこれは個体でありながら 液体のののように、に秩序の欠けたた構造で、空いい隙間を周りの分子がが自由に埋めていくことができる。そのためガラスの表面は分子レベルで均質になりここに光が当たってても光の散乱は起こらないでもこれだけではなぜ光がガラスを通過し他の個体中でのように吸収されないのかはわからない理解するために原子より小さなレベルで見てみよう原子には原子核がありその周りを電子が回っていると聞いたことがあるだろう でも実際はそのほとんどは何もない空間。原子をスポーツ競技場に例えると、原子核はその中心にポツンと置かれた豆粒で、電子はスタンドにある砂粒だ。こんなにスカスカだから光は何にもぶつからずに通過することができる。でもそうなると、なぜガラスが透明なのかではなく、なぜ他のものも透明でないのかが疑問になる。その答えは原子内の電子が持ちうる異なるエネルギーレベルに関係している。 これは競技場の座席の列のようなもので、電子は最初に座る列を指定されているが、エネルギーを得れば上の列に飛び移ることができるようになる。運よく原子を通過する光子を吸収できれば、電子はそのエネルギーを使うことができる。でもそう簡単にはいかない。光子からのエネルギーが次の列に飛び移るのにちょうど良い量でなければいけない。そうでなかったら光子は吸収されずに通過してしまう。ガラスの場合、 座席の列は間隔が離れているので、可視光の光子のエネルギーでは電子が列を飛び移るのに足りない。反対に一部の紫外線の光子はちょうど良い量のエネルギーを持っているので吸収される。だからガラス越しではあまり日焼けはしない。固体でありながら透明であるという特性を持つガラスは何世紀にもわたり至るところで使われてきた。窓ガラスは光を取り入れるが他のものは遮断する。レンズを使えば遥か彼方の宇宙を見られるし、 身近にある小さな世界も探索できるガラスがなかったらどんな世界になっていたのだろうそんな大切な素材でありながらガラスやガラスが及ぼした影響を普段考えたりはしないガラスの最も重要で有用な特性である透明さのため目に入らずその存在すら忘れてしまうからかもしれないこれでガラスを支える科学が分かりました次のテーマはキサの斜頭はなぜ倒れないのかこの動画を見て 世界で最も有名な建造物のエンジニアリングと歴史を掘り下げましょう。